これが、まあ、いつぶりってことになるんでしょうかね、うん、かなり珍しい光景を、えー、目にする形となったわけでございますけども皆既月食ってまあこれは特にまあ地球上の中ではそこまで珍しいブルに、えーまあ、入るというわけではないんですけども。 2022年11月8日、皆既月食が起こりました。この月食は日本全国で観測することができまして、南西諸島では部分食の始まり、時点での月の高度はまだ低いというところがありますけれども、多くの地域で月の高度がある程度高くなる時間帯に皆既食となり、観測しやすいという時になるでしょう。だいたい部分食の始まりが16時9分とか16時10分くらいでしたね。 で、会期食の最大が大体8時ちょっと前というところで、えー、いうことでございましてね。えー、まあそれが大体30分、40分くらい続いたのかな。えー、まあその中で、えー、なんと、えー、これ以外に、えー、天皇聖食というのが、えー、見られたわけでございますね。えー、天皇聖食とは、これは一体どういうことかということなんですけども、 ちょっと暗くて見にくくてね、望遠鏡で覗かないと多分その形というのはくっきり見えないと思います。隠れた姿っていうのも望遠鏡がないとまず無理ですね。双眼鏡を片手に望遠鏡をね、持って見るっていうのがね、この時は一番だったかなと思います。電の線は約6等級で薄い青色に見ること、見えますね。非常にいい、条件の良い空でも肉眼で見える限界の明るさですというところで、 えー、視力が悪い人はちょっと見るではあ困難というところでしょうかね。えー、これが天皇聖職なんですけども、えー、これがまた珍しいんですな。怪奇職というと自体はね、まあそこそこ、えー、まあ割と確率というかですね、まああるんですけども、えー、怪奇職とこの天皇聖職、これがね、えー、組み合わさるのがなんと442年ぶりということで、 あの、織田信長がね、えー、生きていた時代ですよ。戦国時代ですよ。安土桃山時代ですよ。まあ、なので、織田信長もね、えー、もしかしたらこの天皇聖職、皆既月食をね、ご、え、覧、ー、に入れたのかもしれませんよね。まあ、それがね、また同じね、えー、ところで、えー、同じ日本で見られるというのは、なんか感慨深いものはあるのかなと思いますけども。 でまずこの、ね、惑星食自体がねな、これかなり珍しいということで、えー、そもそも見る機会っていうのはないわけですね。なのでこの天王星食と皆既月食が一緒に重なるというのは、えー、今後は大体300年とか200年とか先だったような気がします。えー、すみません、この辺あまり私記憶はね、えー、なくて、えー、覚えが悪いんでね、えー、まあ覚えようとはしないんですけども。 まあ、そのくらい期間が離れてるというわけですよ。まあ、前回がね、442年ぶりということなんでね。まあ、どうせだったら334年ぶりとかのね、えー、数字だったらちょっと面白かったのかなと思ったりします。445年でも面白かったですね。えー、まあ、何かとは言いませんけども、334とか445とかね。えー、まあ、何の数字ですかね。まあ、いいでしょう。あということでね、数字の話は置いときまして、皆既月食と低能生食、皆さんご覧になられたでしょうか。 ええー、ま皆、あ、既月食って簡単に話すとね、月あるじゃないですか。まで、あね、地球があるというわけなんですけども、月、地球、そして、まあ、太陽というこの位置関係でございますよね。で、地球が、まあどう考えても、こう、真ん中に、こう、ね、えー、あるということで、その地球の周りを、こう、月は公転しているというわけでございますね。と同時に、太陽の周りを地球を、こうね、公転しているということで、 えー、ちなみになんですけども、太陽を地球がこう一周するのにかかる時間というのは約1年と言われておりまして、えー、きっちり1年じゃないというところがポイントですね。えー、ウルド氏があるというのはまさにそういうことなんでございます。で、あのー、勘違いされてる方いますけど、ウルド氏って4年に1回じゃないですからね。えー、これ4年に1回って言ってしまうとですね、これはただ単に知ったかぶりで犯してるというところで、えー、ございまして、 えー、この、4年に1回と言われてはいるんですけども、正しくは400年に24回ですからね。えー、ここは、うん、間違ってしまうと、まあ大変なことになってしまうと、1回少ないんですよ。えー、25回あればね、4年に1回ということは言えるんですけども、ないから、まあこういうことになってるということなんですけどね。 まあさて、そのウルードしてはさておきまして、えー、この怪奇月食をね、うん、こう、ちこう地球のね、こう、影になると言いますでしょうかね。えー、太陽がこう、影になるというところで、こう、後ろに隠れちゃうわけですよね。そうすると、こう、後ろに隠れるというか、こう、照らされて、まあ、赤く見えるというところになりますね。 まあ通常はあの太陽の輝きを得てこうね白くこう映っているというところがあるんですけどもえ月の裏にこう隠れてしまうとねえ真っ赤に見えるというのが皆既月食というえ現象になるということでございますということで本日は最後までご視聴ありがとうございましたぜひまた次回の動画でお会いします